し、行こうぜ。よし、行こうぜ。二人とも呼び出しちゃって悪かったわね。ううん、全然平気だよ。それでこれから行くのはどんなクエストなんですか？染色素材を手に入れるクエストよ。それがあれば衣装や装備のカラーバリエーションを増やせるってわけ。なるほど、了解です。どこに行けばいいの？ああ、その辺はちゃんと調べてあるから大丈夫よ。それじゃ早速出発しましょう。はい。その素材ってこのダンジョンのモンスターからドロップするの？ね、クエストのボスモンスターを討伐した報酬ってことは聞いてるわ。ボスさんはいるんですね。そうなんだ。こんな少ない人数で大丈夫かな？なに弱気になってんのよ。私が厳選したメンバーよ。きっとなんとかなるわ。あははリーズのその自信はどこから来るのかな。でもそういうことなら選ばれし者として頑張らなくちゃね。そうそう、その息よ。そうですね。それにこのメンバーってちょっと懐かしいですよね。懐かしい？そういえばそうね、アインクラッド初期メンバーってやつよね。はい、しかも女の子限定です。確かにリーファちゃんやシノもストレアやフィリアが仲間になったのは76層以降だったし、レインちゃんはそもそも SAO では面識なかったからね。そうね。じゃ、初期メンバーらしくベテランの力を見せてやりますか。はい、望むところです。これで決めるわ。これで決めるわ。なめんじゃないわよ。
し油断したかね。アスナ大丈夫ですか？回復する。これにする。助かったわ。それえい、これで決めるわ。いける。えい、それは回復するわね。Yep.
これでいいわ。モンスターいないのね。他のモンスターもそこまで苦戦する感じじゃなかったし、私一人でもなんとかなったのかも。リズさん、まだ油断するには早いですよ。でも3人でこうして楽しく攻略できるのってやっぱり嬉しいな。アスナさん、 SAO での攻略はいつも命がけの戦いだったから、常にみんながピリピリして挑んでたでしょ。あの時と比べて今って純粋に冒険を楽しんでるって感じがするもの。そうね、それを思えばこんな風にのんびり探索するのも悪くないかもね。
俺が決めるわ。みたいだね。そうね、旧 SAO ガールズの強さ見せつけちゃいましょう。旧 SAO ガールズシリカ、あんたネーミングセンスなさすぎ。そのままじゃない。いいじゃないですか。ほらほら、おしゃべりはこれくらいにしとこう。ボス戦開始だよ。はい、よし、絶対に3人で倒そうね。もちろんよ。ヒナも忘れないでって言ってます。あ、ごめんね、ヒナ。じゃあ4人で行くよ。はい。危ないかな。これで決めるわ。気心知れてるメンバーだと連携がうまくいくね。固まりやすいというか、自然に体が動くわ。
しいよ。報酬ゲット。無事に染色素材を手に入れたわ。そっか、じゃあこれでクエストクリアだね。二人ともありがとう、助かったわ。いえいえ、私も楽しかったです。うん、私も。いいよね、旧 SAO ガールズで戦うのも。そうね、旧 SAO ガールズ、なかなかの連携だったわ。もう二人とも、それからかってるんですよね。やめてくださいよ。しばらく使おうかなって思ってたのに。勘弁してくださいよ。よし、それじゃあ帰ろとも。帰ってきたか、黒雪さん。今回はすまなかった、クエストに付き合えず。そんなこと気にしなくてもいいのに。もしかして待っててくれたの？ああ、こちらの用件が終わったのでせめてと思い、こうして帰りを待っていたのだ。あれ、ちょっとリーズ、厳選されたメンバーとか言ってたくせに、やっぱり人数足りなかったんじゃない？ああバレちゃったか。まあ素材も無事ゲットしたんだし、結果オーライじゃない？何よそれ。な、何やら大変だったようだな。そうでもないですよ、無事に目的の素材はゲットできました。そうだ、今からこの素材試してみるから、黒雪姫も一緒に来ない？おう、そうか、ぜひ同行させてくれ。アスナ、ほらほらやってみて、これをこうすると。あ、うわあ、キリトさんカラーです。どう、アスナ、キリト色に染まった感想は？もうリズったら。なるほど、これは確かになかなか面白いカスタマイズ要素だな。ですよね、おしゃれの楽しみがいろいろ増えそうです。しかしこれはデュエルアバターの色も変更可能なのだろうか？ああ、我々の鋼鉄の体の色は自身の心の傷から自動的に決定される。素材の特性すらな、自由に変えられるとなると少々違和感が。ものは試しよう、このアイテムあげるから黒雪姫もちょっと試してみて。いいのか、貴重なアイテムなのだろ。いいのいいの、足りなくなったらまた取りに行けばいいのよ。旧 SAO ガールズも結成したことだしね。リズさんしつこいですよ。今度は黒雪さんも一緒に行こうね。ああ、もちろん同行させてくれ。頼りにしてるわよ。行こうぜ。
そんなにびっくりしないで。あなたたちのことはマスターからよく聞くわ。私は攻略ギルドサンタマリアでリーダーやってるマリア。以後よろしくね。お近づきの印に耳寄りな情報を教えてあげる。氷山フィールドの中央に神殿風のダンジョンがあるでしょう。あそこ入り口に幻惑みたいな術がかかってて中に入れないんだけど、黄色いピエロみたいなアバターが出入りしてるっていう噂もあるのよ。幻惑とピエロどんなクエストが隠れてるのかしらね。さすがにトップランカーたちはこの状況を楽しんでるな。へえ、そんなにすごいギルドなのか。ええ、ヤッコさんたち店によく集まってるから時々話を聞いてみるといいさ。そうだな。幻惑、黄色いピエロ、これはヤツと見ていいか。だろうな。本物か偽物かはまだわかんねえけどな。何を言ってるんだ。我ら殉職の七王の一人、木の王イエローレディオというバーストリンカーがいるんだ。さっきの話のやつと性能や容姿が似てるんだよな。あれ、そいつの名前ってブレインバースト側の仲間リストにはなかったよな。あやつは王であるにもかかわらず姑息な手を使う、バーストリンカーの風上にも置けない男だからな。じゃあ本物だろうと偽物だろうと特に会う必要もないってことか。ま、そういうこった。が、どちらにしろ放っておくくらいなら先にぶったたいておいた方がいいかもな。なんでだ。向こうから攻め込まれたら厄介だからだよ。仮にも王の一人だからな。協力なんてこっちから願い下げだし、敵対するにもさっさと退場してもらった方がいい。そんなに厄介なのか。ああ、やつは王の中でも特に策略家で。ニコ、話を割ってすまない。どうしたパド。町の入り口が騒がしい、行ってきても。もちろんそれはいいけど、何があったんだ。見慣れないプレイヤーが町に入ってきたそう。話を聞く限り大柄の青いデュエルアバターらしい。あ、まさかタク。スバルトエリアがこんなに面白いことになっちゃって、うちの旦那ったらフィールドに出たまま帰ってきやしない。まったく、どこをほっつけ歩いてるのかしら。誰かいないのか。た、タク。え、その姿は豚くん。もしかしてハルかい。もしかしなくてもそうだよ。どうやってその姿に。ウィンドウの下の方に見慣れないアイコンが出てるはずなんだ。この世界でだけ使える仕様みたいだけど。これかい。あ、タクム君、君とも再会できてよかったよ。マスター、よかった、みんな一緒だったんですね。
りあえず落ち着いた方がいい。ここは騒がしいから場所を変えよう。皆さん、こいつはタクム。デュエルアバター名はシアンパイルって言うんです。どうもよろしくお願いします。それでタクム君、一体何があったんだ？実はベルが、ちーちゃんがイエローレディオに囚われてるんです。んだと？ちょうど奴の話をしていた。奴は氷山のフィールドにあるダンジョンに陣取り、ちーちゃんを拘束しました。それで僕にマスターたちを呼んでくるよう指示してきたんです。すみません、ちーちゃんの喉元に刃を突きつけられ、僕は奴の言いなりに。いや、君は悪くない。急いで我々を探しに来てくれたのだろ。ウィンドウも世界の状況も把握する余裕すらないほどに。くそったれ。なるほど、さっきの話につながるな。イエス、火の王は幻惑の技を使う。例の氷山フィールド中央にある神殿風のダンジョンだね。よし、そのベルという子を助けに行こう。え？仲間なんだろ？キリト、すまないな。ハル、この人たちって？それは行く途中で話すよ。その神殿への道案内を頼む、タク。わかった。なるほど、そんなことがあったんですね。ああ、だから君も協力してくれると助かる。もちろんです、キリトさん。僕はマスターの命にはどんなことでも従うつもりですし、ちーちゃんの救出にこうして協力してもらってる以上、恩返しもさせてほしいと思っています。真面目なやつだな、ファイルは。よろしく頼むよ。なるほど、そんなことがあったんですね。ああ、だから君も協力してくれると助かる。もちろんです、キリトさん。僕はマスターの命にはどんなことでも従うつもりですし、ちーちゃんの救出にこうして協力してもらってる以上、恩返しもさせてほしいと思っています。
真面目なやつだな、ファイルは。よろしく頼むよ。行こう。スタートして。せや。スタート。
に磨きがかかったな。これで決めてやる。はあ、これで決めてやる。これで決めてやる。これで決めてやる。カズトス、これで決めてやる。カズトス、これで決めてやる。これでどうだ。これで決めてやる。これで決めてやる。やったのか。感謝するぞキリト。デスライバラ。決めてやる。いい動きだな。惚れ惚れするよキリト。行くわ。これで決めてやる。これで決めてやる。これで決めてやる。いいぞキリト、その調子だ。これで決めてやる。まだまだ。これで決めてやる。ずっとカズトス、面白いじゃないか。大丈夫か。このくらいまだ大丈夫。あった。危険だ。下がれ。はあ。いや、これにする。調子が戻ったよ。まずいわね。あった。あった。
大丈夫か？これで決めろ。調子が戻ったよ。回復するわね。回復するわね。なるほど、そんなことがあったんですね。ああ、だから君も協力してくれると助かる。もちろんです、キリトさん。僕はマスターの命には。ことでも従うつもりですし、ちいちゃんの救出にこうして協力してもらってる以上、恩返しもさせてほしいと思っています。真面目なやつだな、ハイルは。よろしく頼むよ。すんなり入れたな。ダンジョンへの侵入を妨害していた幻惑は取り払われたでいいのか。むしろ我々はレディオに招待された。見えすいた罠だと考えるのが自然だな。そのイエローレディオってやつの幻惑の力はどれくらいのものなんだ。このエールオにも確かに原始の魔法とか視覚的なデバフ効果はいくつかあるんだが、フィールドに効果をもたらす特殊能力なんて正直聞いたことがない。確かに奴の技の効果範囲が広がっている気がするな。もしやあの力で強化している。あの力？ああ、これはブレインバーストでは禁忌であるが、キリトたちには言わねばなるまい。真意インカーネイトシステムについてな。真意？我々はそのシステムを用い強力な技を使う。それはいわゆる機能として認められたシステムではなく、ブレインバーストの中でバーストリンカーが独自に編み出した技の使い方と言ってもいい。システム外スキルってやつか。ああ、その通りだ。具体的には自称の上書き、オーバーライド、
バーストリンカーが強いイメージを想像することでそれに近いことが発言される。自称の上書き、思いの強さが力になるってこと？そりゃ大したもんだな。未来の接続端末はそんなに進化してるのか。でもよ、システムがいいスキルなら霧の字だって使えるんじゃねえのか。ああ、スキルコネクトか。あれは反応速度と反復行動による技術的な代物と思われがちだが、確かに一番大事なのはイメージだからな。重心の乗せ方や角度の調整、些細なことを意識するだけでもバーチャル世界の結末は変えていける。イエローレディオには幻惑の力を新技で強化したものがある。そして奴の幻惑で最も恐ろしいのは、相手の心の隙間をついて揺さぶりをかけてくること、うん、なあ、木の王が仮に偽物だった場合、それでもその新技は使えるのか。少なくとも私の偽物は同等の技を使ってきてたな。新技を使える素体をそのままコピーしてれば難なく使えるということだな。プレイヤーの信念により成立するのが本来の新意システム。あんな怪物じみた連中に使われるのは忌々しい話だが。このイラつく高笑いはイエローレディオ。のこのこと現れてくれましたね、赤の王、そして黒の王。早く私の元にやってこないと、あなたの大事なお仲間のバーストポイントが全損してしまいますよ。貴様、血を！昨日を許さない。バーストポイントの仕様が変わっていることを知らないようだな。奴はおそらく。てめえ、どこに嫌がる！さっさと姿を現しやがれ！赤の王、あなたもよくよくバカですね。姿を見せるわけないじゃないですか。いいからさっさと来てくださいね。ただ最初にお断りしておきますが、あなたたちが予想しているようにこれは罠です。勇猛と無謀、慎重と臆病さを見極めながらいらっしゃってくださいね。なんだ。キリトさん、残り時間が表示されています。言い忘れましたが、このダンジョンは時間制限付きです。入り口でもたもたされても退屈ですからね。時間内に王の間を目指していただきますよ。無様に慌てる姿を存分に見せてくださいね。ではまた後ほど。皆さんが生きていればの話ですが。どこまでも姑息なやつめ。みんな行くぞ、王の間を目指すんだ。さあおいでなさい。薄気に悪い笑い声だ。冬から極まりなんだ。はっ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 です。
まぐれとはいえ素晴らしい。おい、また正解を引いたんですか。運のいい人たちですね。イエローレディオ、ライムベルは無事なんだろうな。確かめたくば急いでここまでたどり着くことです。正解です。まぐれとはいえ素晴らしい。どうやら仕掛けに気づいたようですね。クロウ、パイル、ライムベルって子はどうして狙われたんだ。ベルは戦闘向きじゃないというか後方支援型なので、パイルよりも拘束しやすかったんだと思います。あとは取り越しグロウならいいんですけど、ベルには少し特殊な能力があって、その力を強ざ、強ざめですよ。まったく。
これは異界へのゲートか。ふむ、ベルもレディオも姿が見えないとなると、ヤツめ、ここへ逃げ込んだか。皆さん、行きましょう。待て、ヤツのことだ。ベルを人質に取るはずだ。そうだな、少し作戦を立てよう。あ、キリト、私にちょっとアイディアがあるんだ。私にも一案あるわ。フィリア、シノ、よし、聞かせてくれ。視界の悪いフィールドだな。ここは腐食林ステージ。なんかいかにもって名前ね。あの辺毒の沼かしら。ご名答、迂闊に近寄らないこと。あの黄色いピエロにゃうってつけの場所だな。とっとと探し出して沼の底に沈めてやる。よくぞたどり着きました。ライムベル、クロパイル、ベル、今助けるからね。生きがるのはいいですが、一体どうやって助け出すというんです？こうしてライムベルの首元に私の刃が突きつけられているのが見えないんですかね。クロ、もう少し我慢だ。それでは交渉といきましょう。この娘の命が惜しくば、黒と赤でお互いに殺し合いをしてください。この世界でやられてしまったら一体どうなるか誰も分かっていないわけですからね。それをここで確かめてみましょうよ。そもそもお前自身が手を下さないとレベル10の条件は満たされないぜ。ええ、だからお二人の HP が1割になったところで私も参戦させてもらいますよ。バトルロイヤルしようじゃありませんか。ロウネ、どうするのですか。やるしかないな。ここは奴に従おう。こんな状況でてめえと決着つけるのは本意じゃねえが、人質を見殺しにできるほど落ちたくはねえからな。行くぜ、ロータス。来い、スカーレットレイン。し、はあ、なるおー、喰らいやがれ。し、こんな時なのに僕は見ているだけなのか。できることないのか。マスター、すみません。二人とも焦るな、もうすぐだ。
いいものですね。こうして王同士の戦いを眺めるというのは。しかし、赤の王の弾幕による煙が邪魔して、時折視界を遮るのはイラつきますね。これではここぞというタイミングを逃してしまう。視界がぼやけて。なんです？これは王たちが消え。今です、パドさん。ケイ、うわあ、どこから矢が。え、これって。サンクス、フィリア、シリカ、そしてシノン、無事にベルの救出には成功。貴様ら。さて、これからが本番だな。そうだな。アスナ、すまん。回復を頼む。ケイ、任せて。なんてね。貴様たちごとき、人質などなくとも倒せるんだ。GJ、 いいファイトだった。フィリアとシリカ、シノンもお疲れ。いいえ、リナが
頑張ってくれたおかげです。体が小さくて目立ちにくいシリカにしかあの吸収はできなかったわよね。小さいは余計です。フィリアもスプリガンならではの幻惑魔法なかなかだったぜ。ありがとう。まさか敵さんも自分と同じような技をかけられるとは思わなかったみたいだね。私もだいぶ距離があったから狙い撃ちできるか不安だったけど、うまくいってよかったわ。いい狙撃だったぞシオン。あ、なるほどな。最近やってるとか言ってた FPS でスナイパーっぽい立ち回りしてるんだろう。だからあんな距離からやってみるって提案したのか。あんたそうやって人のこと詮索しまくるのやめなさいって。シノンさん FPS やるんですね。この時代のやつ僕もやったことあるかもしれません。さすがに20年以上も前のはやらないんじゃない。こいつレトロゲーのそういうジャンルを集めるのが好きなんだぜ。へえ、そうなのね。さてラベルのはこれくらいにして、キリト、お前ら、いいか。今私らが戦った木の王はぶっちゃけ偽物だ。うむ。やっぱりそうですか。言ってることや思考は本人にかなり近いが、どこか形式ばってた。簡単に言うと情報圧を感じなかったわけだ。情報圧？そうですね、ニコ独特の表現なんですけど、簡単に言うと仮想世界におけるプレイヤーが持つ気合とか陶器とかオーラとか、そんな感じのやつです。なるほど、いい表現だな。 VRMMO らしいし、しっくりくるぜ。あ、チーユ、そのアバターになったんだね。かわいいよ。かわいい。やめてよ、ハル。なんだと？ハルユキ君、今何と言った？これはそのちゃうんです。おめえらな、私が大事な話をしてんのによ。ニコちゃんごめん。あのさ、もう少し私にも分かるように説明してもらっていいかな。ああそうだな、リーダー、恒例の解説頼んだぜ。わかった。別にニコがしてくれてもいいんだぞ。そういえば今回も手に入れたな、このオーブ。ああ、今度はクリプトコズミックサーカスか。赤のオーブに続いて黄色のオーブか。このまま7色揃っちまったりしてな。そうだな、純色のオーブとでも呼んでおこうか。赤のオーブは赤の王ニコの偽物から、木のオーブは木の王の偽物からドロップしたんだよな。ええ、今後も王のゴーストデータからオーブがドロップすると考えるのが自然ですね。その王ってのはどれくらいいるんだ？7人だ。鮮やかな色彩のデュエルアバターを持つことから純色の7王と呼ばれている。なるほどな。ということはオーブを使う祭壇もそれだけ存在しているってことですよね。ですね。今ゲットしたオーブを使える場所も探さないと。ああ、ひとまずここから出よう。祭壇探しはそれからだ。待たせろ。はあ、
あったぞ、例の祭壇解除コンソールだ。手元にあるオーブはプロミネンスとさっき手に入れたクリプトコズミックサーカス、どっちを使えばいいんだ？あのキリトさん、コンソールの周りに浮いてる光、草原でも見たような気がするんです。そういえばそうだな、草原では一つ、ここでは二つ。ひょっとしてコンソールの光の数が使用するオーブの数に対応してるってことか。ということはここでは二つのオーブを使うんだね。よし、試してみよう。引き裂かれた少年の心は闇へと染まり、携えし鎧と剣を憎しみの塊へと変えました。獣と化した少年の魂のかけらは世界に残り、その後さまざまな人の手に渡っては数多くの悲しみと戦いを生み出したのです。しかしそのかけらはある戦いによって浄化され、やがて少年と少女が幸せを築くはずだった小さな家に帰っていったのでした。砂漠フィールド、ここも侵食されてるね、ブレインバーストの変遷によって。この変遷は月光ステージだと思います。でも月光ステージにしては月明かりが弱い気がしますね。不完全な状態での適合、神の力による采配が働いていると考えていいでしょう。ここでまずやることは最後の仲間レインを探すことかな。ああ、まだログインしてるといいんだが。って、ちょっと待て、今キリトたちの残る一人はレインだとか言ったか。ああ、リズと同じ鍛冶妖精レプラコーンのレインだ。まあ、あの子は鍛冶妖精っていうよりかなりの実践タイプだけどね。なんだよそれ、アバターネームが私と被ってんじゃねえか。ああ、確かに。なんか紛らわしくねえか、呼ぶときとかよ。ニコはいつでもニコでいいんじゃないかな。七尾と当たったときに困るだろ、リアル割れするかもしんねえだろうが。ニコ、もうそれは心配しなくてもいい。黒雪とニコ以外の七尾で ALO にいるのはおそらくみんなゴーストデータだろうな。 ALO へ移動してこられたのは基本的にあの影を抜けてきた者だけだ。飛行能力を持つ仲間でもいない限り普通のバーストリンカーではここには来られない。あのね、私捕まってる間にね、いろいろレディオと会話して探ってみたんだけど、難しい質問をすると突然あいつわけのわからないことをって繰り返すようになるんだ。まるでゲームの街の人みたいに。チユ、相変わらずお前怖いもの知らずだな。同じことを繰り返す。私やユイ、メタトロちゃんとは違って
AI の与えられていない NPC ってことだね。 AI 自体はあったと思います。細かな戦況分析もできてたみたいだし、ただ元アバターの持つ衝動性とインプットされた命令が優先されてるんじゃないかな。彼にとっての最優先事項、それは僕たちの邪魔をするということ。その命令を埋め込んだのがペルソナバベルってわけだな。元アバターの衝動性とインプットされた命令か。おそらくこの先に出会う王たちもキリトたちより我々に向かうヘイト値の方が高いのだろうな。心配するな、クルイキ。みんなで力を合わせていこうぜ。ああ、まずはこのフィールドのポータルが起動してるかチェックしておこう。町への経路は確保しておかないとね。アキラ、無事だといいが。あの子はどこに行ったのでしょうね。アキネーは私たちの中で一番たくましいのです。きっと一人でも何とかやっているのです。ケ、早く見つけてあげたい。よし、ここのポータルも無事に起動したな。いつでも町に戻れるぞ。メタトロン、どうした？気づいていないのですか？これは来るぞ、とんでもねえ情報圧だ。なるほどな、これを情報圧と呼べばいいのか。このプレッシャー忘れはしない。ペルソナバベル、バベル、ユイちゃんの封印を解いて。あなたの目的は一体何なの？黄昏の魔女であるわらわの願いは、この仮想世界の黄昏の成就、それ以外にはない。おお、あんたが仮面の美女、いや魔女さんかい？あんたよ、キリトがな、ユイちゃんがいなくなってどんだけ心を痛めてるのか分かってんのか？ここは僕にも言わせて、クラインさんだけにはカッコつけさせないよ。クラインさん、勇気。アスナ、アスナはすっごく気丈に振る舞ってるけど、僕は知ってるんだ。ふとした時に泣きそうな顔をしてる。僕をこの世界につなぎ止めてくれたアスナを、あんな悲しい顔にさせるあなたを許さない。神の一時の戯れの感情が招いた地獄のような未来を想像もできぬのか。これは事情的に膨らむ悲劇を止める第一歩、そのための礎だと思えば、矮小なる者たちの悲しみなど払うだけの露に等しい。
だと？アスナたちは家族だ。そんな言い方は許さない。クライン、ユキ、やめろ。なろう、せりゃどえ、どう、わあ、二人が触れてもいないのに吹っ飛ばされた。二人のことは俺に任せとけ。ペルソナバベル、あんたは何のために未来からやってきたんだ。あの愚か者が貴様たちに余計な知識を与えたか。何のためにこのエール王と未来の仮想世界をつなげゴーストデータを刺激する。何のためにフィールドを封印した。そして何のためにユイを封印したんだ。さすがだな。すでに王たちが複製であることを見抜いていたか。だが近いうちに貴様は王よりもはるかに凶悪な存在と相まみえることになる。それは塔の前に現れたあの強力なモブのことじゃないの？知りたければ鋼の体の者たちに聞けばいい。え？バベルの姿が。待て、バベル！消えた。驚いたぜ。やられちゃったね。おい、二人とも大丈夫か？ HP は減ってないみたいだな。ああ、一体あれ何だったんだ。クライン、ユキ、無事だったみたいだな。おお、悪いな。キリト、そっちはどうなったんだ。バベルは姿を消した。そっか。メタトロンが何か伝えたいことがあるみたいだ。ひとまず話を聞こう。黄昏の魔女ペルソナバベルが引き起こしたと思われる一連の混乱は複数の事象が重なってできていると言えるでしょう。我々の世界の変遷がこの世界に侵食という形で現れ地形にも影響を与えている。それにより下たちの移動範囲に制限食の影響によりしもべたちが妖精に加勢するという事象をも引き起こしているからです。ブレインバーストの影響は空の影からデータが流入しているせいなんですもんね。空の影を作ったのがバベルだとしたら彼女の目的を叶えるための狙いがあるはず。我々のキリトたちへの加勢は不確定要素だったということだろうか。そういえば前にストリアさんと黒雪姫さんに感応して語りかけてきた未来の人、あの人が手助けしてくれてるってことはないでしょうか。そいつ信頼してもいいの？そもそもさ、バベルとストレアさんに憑依した人ってプレイヤーなのかな、 NPC なのかな。仮にバベルが NPC だとしたらこういう想像はつかないか。 NPC でなおかつバベル自身に攻撃能力はない。つまりクラインやユウキがバベルに飛ばされたのは破壊不能オブジェクトを無理やり攻撃したのと同じ理由だったとか。確かに衝撃はあったけど痛みも全くなかったよ。でもあの流暢な会話 NPC にはとても思えなかったけど。そこだよな、そこがどうしてもしっくりこないんだよな。あと気になるのは奴が最後に言った一言ね。私たちこの後一体何と開口するっていうの？私がしもべたちの元に降りてきたのは先ほど ALO への大量のデータ流入があったことを伝えるためです。
改良、それって。ええ、おそらくは先ほどの魔女の言葉と関係しているのでしょう。これ以上何があるっていうんだ。俺たちは早くユイを助けなくちゃならないってのに。キリト君、こういう時こそ落ち着いていこう。敵の正体も真の目的もまだわからないことだらけだけど、焦っちゃ敵の思うツボだと思う。うん、まずは目の前のやるべきことをやろうよ。ああ、その通りだな。そうだクライン。なんだ。向こうミスなのはもう勘弁だが、さっきバベルに言ってくれた言葉、嬉しかったぜ。いやいや、よせやい、照れくせえだろ。勇気も、私嬉しかったよ。うん、どういたしまして。やられちゃったけどね。さて、じゃあ気を取り直していきましょうか。you